さあ皆さんどうもこんにちは、ハラペコです。7月13日今日ありがとうございます。ギフトがめちゃくちゃ届きまして、 Amazon ギフトなんですけどね。まずね、お菓子めちゃくちゃ大きいタケノコの里と、これね、もう中身実は開けました。箱スコーンって書いてあって、前回ね箱と中身が違ったお菓子があったのでね、果たして本当にスコーンなのだろうかって開けたらスコーンでした。はい、1箱12袋ぐらい入ってた。タケノコの里53袋で、実はこれもねもうすでに開けて2袋食べてます今日届いて今日もう2袋食ってますよ。スコーンはまだ食べてません。これはね、僕もともと好きでね、買い置きが実はあったんで、買い置き食べてからこちらをね、もう開けてしまったんでね、箱自体は、はい、で午前に届いたんですけど、午後になってね、一つお届け忘れがありましたって言って、僕ねその午前中配達っていう設定をヤマトかな、ヤマトアプリとかでできるんですよ。でとにかくうちの住所に届くものは午前中に配達、すべて、まあ業者さんの都合によってはできない場合もあるんですけど、お名前本名でいただいている方がほとんどなので、名前はあえて動画内では伏せますけど、もしライブ配信とかでね、あ私ですよとかってぜひとも教えてください。さあちょっとねレイアウト変えまして、これをメインでね見せていきたいので、おかげさまでですね、ハラペコね、Amazon 欲しいものリストに、今後ライブ配信で必要なもの一通り追加させていただいてたんですけれども、今回ね、何名の方が送ってくれたかっていうのは、名前もね、伝票もついてない匿名のものなどもあるので、完全に人数は、もうこれ推測なんですけど、お名前が分かった方で2名。本名でいただいてるので、お名前の発表はこの場では差し控えますけど、これこの中にね伝票にねメッセージが名前が書いてある可能性があるので、ちょっとね伝票だけ僕ね出しますので、すいませんね。伝票、あ伝票あった、伝票あった、伝票あった、伝票あえて見ません。伝票見るとね商品名書いてあるんで、これまだ僕ね箱中身見ずにね手探りで探ったんですよ。開けていきましょうか皆さん。おやおやおや、箱、わ全部箱、何個か入っとるよ皆さん。あーもしかして、もしかして無印良品のあれが入っとんじゃないですかこれ。ちょっとね無印良品のあれというのはね、まず一番最後に取っといて、順番にこの一番大きい、なんかこれ見覚えありませんか皆さん。コポさんじゃないでしょうか、これはまさかまさかの、光がめっちゃ反射し、あ反射直った、コポさんです。コポさんの寝転がったやつね、これね欲しかったんですよ。結構大きいですね。はい、ピンと合いました。これがねちょっと僕一番気になるものなんですけど、ここにねまだ何かあるんですよ。これまだ僕も見てません。おそらくこれとあとこれで3点、コポさん系かなこれは。ちょっと皆さん光の反射で見づらいかと思いますが、すいません。これもねコポさんのね、また水が入りそうなね可愛いやつなんですよ。もしかしたらこれがね、どれも嬉しいんですけど、これが一番意外な商品。これね、これ実はね撮影でも使えるんじゃないかと思っててね、実物、僕これね無印良品で実物見たことがある。欲しいけど値段が手が出んっていうやつだったんです。ちょっといきますよ、多分それだと思います。やっぱりこれですよ、これ無印で見たことある方いませんか、この公園にある時計のミニチュア版。ほらほら、タイトルまさに合っとった。はい、公園の時計ミニ、無印良品の商品なので、 Amazon で無印の Amazon の店舗があったのかな。これもお店で買うとかなりするんですよ。いやこれは嬉しい、これ全部撮影の小道具で使えるやつばっかだった。公園の時計、コポさんのお風呂になるやつで、もう部屋のインテリアにも使える。ここめちゃくちゃ大きく重たい、これほら手のひら、手乗りフレンズの5倍ぐらいあるんじゃん、手乗らずだもんほら。
手乗らずですよこれ。まあこうすれば乗りますけど、ちょっと開けて見ていきましょう皆さん一緒に。まずはね、一番開けやすそうこのちっちゃいコッポさん見ていきましょう。あー、かわいいやつだ。あ、逆だな、向きな、こっちですね。これがね、すごいかわいいんですよね。まあ実物は僕初めて見るんですよ、Amazon でね。写真でしかね、見れないんですけど。あ、向き合ってたわ。こっちだ、向きこっちです。向きちゃんと、お、ほらこれかわいい。これね、ほら、こんな薄い。厚さがね、5センチだったかな。で、横幅が12センチぐらいあるのかな、これ。10センチから12センチぐらい。で、ほら、水が入って、お風呂にもなるし、この深さだったらね、この深さ。僕の指のこの第一関節ぐらいの深さ。メロンがね、入って立ち上がったら、ちょうどね、顔がポコッと出るぐらい。プクだったらちょっと、ギリギリ。で、パンダはこの辺塗ると思いますか。この縁とかね。ありがとうございます。で、カエルね、ここで水入れなかったとしても、ここに隠れられるんでね、水なしで置く可能性もあります。はい、さあ、では続きまして、コポさんの2つ目の大きいやつ。これ大きくて重いんでね、ここに置いたままちょっと。おお、でかい、でかい、どっちが上か下かもちょっとわからん。寝転がってるコポさんでしたっけ。これもしかしたらお腹で下かもしれませんね。ちょっと出してみましょう。ちょっと皆さんすいません、逆さまにしてね、発泡スチロールが落ちる可能性ありますけど、ちょっと、おし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 。でかい手乗らずですよ、これ。手乗らずフレンズですよ。手乗りのフレンズじゃないですね、これは。あ、手に乗ったわ。でっか、これ。ちょっとピント合ってるかな。これはいい。これ水槽でエセアリの時使えるな。正面をね、向けて撮影してもいいですね。水槽に入れてエセアリの時ね。横にしたらこの辺に豆太郎が乗りそうですね。あ、後ろも可愛い。この足にぴょこぴょこっと乗っても可愛いですよね。うん、肌触りも滑らか。カエルにもね、害はないと思います。怪我しない。ただ重さがあるんで、でも安定感すごい。倒れることはまずないと思います。床に置けばね。だってこんだけ平面ある。嬉しいですね。ありがとうございます。さ、最後の一つはね、これ。これね、もう2年前から僕気になってましたね。ちょっとコポさんどいてね。コポさんどかした。こちらね、公園の時計見に行ってね。お店で見た時にね、うわ、おしゃれだな。確か色が黒と白だってね。僕多分ね、黒だと思うんですよね、僕が選ぶとしたら。水槽に入れるなら白だとね、反射するんでね、僕ね、水槽に出る家具であんまり明るい白とかね、選ばないようにしてるんですよ。赤い椅子とかね、ああいうのね、反射しにくいんです。だから黒じゃないかな。ちょっとこれもここに置かせていただきますね。置いてピントを合わせて、さあちょっと出していきましょう。丁寧に包んであるなあ。あー、黒だ、やっぱり。これね、ほんとおしゃれなんで、皆さんもね、無印って言ったらね、一度手に取って見てほしいんですけど、あのね、2年前に見つけて、去年とかもね、まだね、店頭に並んでたんでね、で、Amazon でまだあるってことは、現行品だと思います、これ。ほら、これね、生で見ないとね、ミニチュアなんでね、なんかリアルさとかわかんないんですけど、ちょっとこれ置きますよ。今ピント合わせました。大きさ的にはね、コポさんのでかい置物、コポさんのお風呂になる置物、3点です。で、この時計があるとね、これからね、ライブ配信中、僕ね、時間を忘れるんですよ。これを水槽にレイアウトとして入れれば、重さもね、そんなないんでね、万が一倒れてもね、これはね、まあでもガーン倒れて直撃したら危ないかもな。まあまあ、いや、両面テープで貼ったりとかね、まあ何かしらしながら、あるいは水槽の脇に置くとかね、チラッと映るぐらい、そう、時間がね、これで分かるんでね。あとは普通の部屋のインテリアとして使う可能性が大ですね。はい、僕の部屋ね、壁にかける時計がね、これもね、もう壊れてからね、お金がないんで買い替えてないんですね、実は。
目覚まし時計しかないです、はい、なので、はい、部屋のどこからでも見れる場所に、まあちっちゃいんですけどね、これだけどね、おしゃれなんだよな、これのおしゃれさをね、分かってくれる方がいたら嬉しいですね。ほら、こんなちっちゃくてね、公園の時計、シンプルな、だからそれこそこれのでかい壁掛け板があったら欲しいぐらいですね。シンプルで黒で、部屋にかけるならでも白の方が明るいかな。はい、以上のね、開封させていただきました、ポポさんと時計3点と、お菓子タケノコの里とスコーン、はい、いただきましてね、あとは7月11日、サソリ猫様からですね。サソリ猫様は本名ではないので、ね、ちょっとお名前も出させていただきまして、サソリ猫さんはね、1000人達成した時にめちゃくちゃ大きい水槽をね送ってくださった方でね、飼育用品をねすごく助けてくれてる方で、はい、もう早速ね使ってますので、中身からケースだけね取っといてね、動画でね紹介しようと思ってる。でサソリ猫さんからですね、メッセージをですねいただいてましてね、メッセージ、お役に立てればといただいております、ありがとうございますということでね、長くなりましたが、はい、ギフトいただいてありがとうございました。開封動画でした、ありがとうございます。